はい、皆さんこんにちは、ヌノペンです。ドラえもんのび太の牧場物語やっていきます。よいしょ。さあ、ペンターさんに金鉱石を持っていけばどこでもドアを返してくれるということで、じゃあ返しに行きましょう。はい、じゃあココちゃん外出るよ。で、卵も後で回収しましょう。で、ここに、この辺でいいかな、これでいい。はい。で、前回射撃大会、そしてスイカ割り大会でもらったトロフィー、これですね。素晴らしい。よし、やっていきましょう。さあ、ではでは、釣りでもやってましょうか。さあ、夏なので春とは違う魚が釣れるとは聞いてるんですけど、どうでしょうか、どうでしょうか。さあ、来い。来てる来てる、よし、来てるね。うん、はいよ。どうだ。はい、鈴木を釣り上げた。春も釣れたわ。じゃあもう一回やってみましょう。さあ、どうだどうだ。さあ、まだね、種が変えてないからちょっとね、体力が有り余っちゃってるんだよね。なのでこの後鉱山にでも行きましょうか。あー、で、なんか引っかかった。はい、雑草かいらねー。さあ、来ましたよ。今度は何が釣れるかな。おい、よし。はい、釣れたのは、お、カジキ釣れた。カジキ釣れました。やった、カジキ釣れたぞ。まだボロの釣り竿なんだけど、どうね、すごいね、やったやった。私、敵攻略情報で鉄の釣り竿じゃないと釣れないって書いてあったから、いや、ねえ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 、シービーさん、シービーさん、私奇跡を起こしたよ。はい、はい、カジキを、はい、じゃあ差し上げます。どうも。カジキ、私がもらっていいの。あ、ありがとう。さあ、あっちにはセミがいる。結構この辺セミが多いね。いけるか。はい、油ゼミをゲット。で、こっちもセミいるよね。あー、しまった。結構用心深いな、セミは。あー、で、あそこにもなんかいるね。さあ、じゃあ息を潜めて。はい、オッケー。さあ、これはミンミンゼミか。で、これは、あ、荷物がいっぱいだからやめておこう。そんな、まさか。さあ、ペンダーさんいましたね。いたいたいた、ちょっと待って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 、ペンダーさん、出すから出すから。はい、じゃあ金鉱石、はい、オッケー。伝統発生。それじゃ作るぞ。うん、うん。ペンダーさん、ヤーメイさんが気に入るようなドアよろしくね。あ、ちょっと困っちゃった。お願いします、ペンダーさんならやってくれる。すげえ。金鉱石以降でこんなめっちゃすごいドア作ったの。よし、できたぞ。すごいよ。もうできたの、早すぎる。ありがとう、ペーターさん、ありがとう。よし、取り付けに行くから、のび太も来い。うん、うん、はい、お手伝いします。ヤーメイさん、代わりのドアを持ってきたよ。のび太くん、のび太くん、待ってたよ。なんだと、なんだと。うん、どれどれ、見せてみろ。いや、これ気に入るでしょう。うん、ふむふむ、これはなかなかいいだろう。ペンタ、こいつを早速取り付けてくれ。おう、おう。さて、約束通り拾ってきた方のドアはお前たちに譲ろう。やったー、やったー、やったー、やったー。うーん、それに、いや、違う。それにしても新品よりも広いものの方がいいなんて変わったやつらだ。いいのいいの、若いことは気にしない。どうどう。さて、このドア早速使ってみたいから、ちょっとドラえもんも借りてくるね。ドアを使ってみるぞ。やばいよ、早く早く、わわわ、早く行くよ。うわわ、のび太くん待って。こらこら、待たんか。まったく怪しいやつらめ、何を企んでおるんだ。きっと暴いてやるぞ。結構ヤメさんと仲良くなってんだけどね。よし、あ、それじゃあ早速使おう。どこでもドアがある場所でどこに行くか選べるよ。あ、ほんとだ、すげえ。うん、うん、やっぱりこの町の中じゃないといけないんだね。うん、そうだね、こればっかりは仕方ないよ。さて、どこに行く。牧場かヒュルルン山地か。じゃあヒュルルン山頂行ってみましょう。よし、ヒュルルン山頂に行こう。あ、うん、ヒュルルン山頂へ。なんでそんなとこに行こうと思ったの。うん、うん、
街の中なら使えるみたいだね。便利になったな。それじゃあこれは自由に使っていいからね。ありがとうドラえもん。東の自然島に戻るかい？うん、戻ります。ああ、違った、このままでいいって、おっしゃった、しまった、しまった。またね。ああ、そっか、それじゃあまたね。しまったー。こんなとこなんも用ねえや。初めてどこでもドアを手に入れた。これで移動が相当楽になる。なるほど、こんな感じだね。じゃあ、まだ会ってないのは、ああ、そう、大樹の猫。よし、行こう。で、うさぎちゃんと、あと、よしよし、リーナさんに会おう。こうね、大樹の猫ね、来るのが相当ちょっとね、めんどくさかったんだ。よし、これで。めっちゃ移動楽になったわ。で、念のため、ネラルさんにも会いに行ってみよう。ネラルさん。あーで、油で見よった。はい。よっと。オッケー。で、その塔のネラルさんはどこにいる？あ、いた。おーい。いや。いないな。おや、なんだ、のび太くんか。なんだとはなんだ。さあ、ショップ来ましたよ。さあ、雑貨屋さん、雑貨屋さん。はーい。で、静香ちゃんにもちゃんと挨拶。はい。いらっしゃい。はい、買い物出勤しに来ました。トウモロコシ、トマト、ひまわりで、牧草の種と小麦か。で、とても大きなカバン。これはまだちょっとかかるね。じゃあ、とりあえず、これを、9つは買いすぎだな。結構高いな、種。じゃあ6個。で、トマトも、6個。はい。じゃあ、ひまわりも6個。で、牧草と小麦か。じゃあ、牧草も少し買っておこう。はい。よし。はいよ。さあ、では早速植えていきましょうか。じゃあ、まずは、トウモロコシの種。で、スーパー手袋あるから、こんな風に種が巻けるんですね。で、次は、じゃあ、トマト。はい。これは便利だな。一気に9つぐらい買ってもよかったな。さあ、これ見てみたら、メイメイちゃん、毛皮がなってるね。素晴らしい。ダモンで3日に1回ぐらいかな、毛刈れるのは。じゃあ、外に出して。はい。しっかりメイメイちゃんとも交流してね。はい。で、中は、どんな感じかな。まだハート半分か。全然打ち解けられてないな。あれ、ランチ君おはよう。で、なんか不思議な蝶がいるな。はいはい。よっと。これは赤襟トリバネ。サイズは202.2mm。20cm ってことか、すごいな。結構大物。いやー、違うな。小さい方なのか。マジか。で、あ、リスさんがいた。で、リスさんはアーモンドが好きらしいよ。よしよし。はいよ。はい。じゃあ、あ、よかった、すごく喜んでるみたいだ。やっぱ好物のやつはコメントがちょっと違うんだよね。で、だいぶ仲良し度なんだけど、ランチ君がハート4つまで来ましたね。すごいな。で、動物たちはどうかな。あ、クマさんが4つか、すげえ。で、ウサギさんもハート2つになったか。だいぶ私クマさんにタケノコあげてるからな。それが効果出たんだね。よし。さあ、ドラえもんに今お使いを頼まれてて、じゃあパイナップルを、はい、1個買いましょう。たっけー。400円か、高いな。じゃあドラえもんに会いに行きましょう。ドラえもんは多分今飯食ってるんだよね。よし、じゃあ私に行きましょう。あー、イベント。さあ、今回のイベントは何でしょう。そういえばドラえもん精霊呼び出し腕輪は取り返せたかな。あー、そんなあったね。よし、まだだと思うけど、覗いてみよっと。さあ、どんな感じなんでしょう、ドラえもん。ちゃんと働いてるかな。あれ、ランチ君。あれ、のび太、何してるの。やあ。いや、ランチ、そろそろ腕輪を返してもらえたかなって心配になっちゃって。ヤーネさんは厳しい部分もあるからな。確かにちょっと心配だね。でも、覗くより直接行った方がいいんじゃない。そうかな。そうだ、僕も一緒に行ってあげるよ。あ、心強い。やったー。ほんと？いいの？ありがとう。何かあったら僕が話してみるよ。ランチー。泣いてるよ。よし。泣いて喜んでる。それじゃあ行こうか。さあ、ドラえもんちゃんと仕事はしてる？あ、だよ。あ、どうしようどうしよう。やないこっちゃやないこっちゃ。ドラえもん、そう、ドラえもんもね、今、好感度4つなんですよ。のび太くん。何？
どうしたのさ、そんなに慌てて。それは、それが、ヤメさんが。どうしたんだろう。そうだ、とにかくこっちに来て。めっちゃ嫌な予感がする。あー、これは。おい、火のせい、早く料理をせんか。ったく、人使いが荒いな。どうだ、水のせいはお風呂を入れたのか。精霊を使う使ってるのね。風のせい、全く風が来とらん。やってるよもう。うわー、うぜえ、雨さん。何これ。実は精霊呼び出し腕を使ってたくさんの精霊をこき使ってるんだ。ひどいや。精霊をこき使うってそんな発想があるんですか。あ、ヤーメさん。でもねえ、ちょっとヤーメさん。なんだ、なんちか。そんなことするんだったらのび太たち腕は返してあげてよ。おい、いくつ下の子にそんなこと言われてるの。何を言うか、これはもうわしのものじゃ。いや、悪い人だな。この腕は、もともとの持ち主はこの人じゃないの。僕たちのようにヤーメイさんに取られたんだ。そうだったのね。子供から奪ったもんでこんなことして。精霊からも言われてますよ。そんなあんたはこうよ。あ、しっかりドアも開けて。ふん、もう絶対入れてやんないんだから。おい、やめろ、おい。すごいや、君は風のせいなの。ええ、そうよ、風を自由に使えるの。おい、部屋に入れろ。あ、戻ってきた。精霊をこぎ使った罰よ。バカーバカー。わー、ありがとう、風のせい。私もあいつのやり方が嫌だったの。ひどい、よっぽどねえ、人使いやらなかったらね。こういう時はお互い様よ。おい、ドラえもん、こいつを消す方法はないのか。あるにはあるけど。ねえ、消したら腕は返してくれる。返す。それじゃ、先に返してください。ランチ君、しっかりしてる。ほら、さあ、精霊呼び出し腕が戻ってきたね。やった。じゃあ精霊を消すね。よかった。ふう、これで一件落着なんだな。じゃあね、バイバイ。ありがとう。労働基準法に違反してますよ。もうやめさん、ありがとう。ランチ、いいよ。あ、いやいや、僕は何もしないよ。よかったね。うん、ほんとブラック企業の業の社長みたいなこと。あ、やめさん。くう、風が急に止んだから落ちた。痛い。あ、大変だ。僕はやめさんを病院に連れてってくるよ。そんな大した怪我じゃないって。うん、気をつけて。やりすぎたかな。でも風のせいさんを呼び出したのはヤーメイさんだし、自業自得じゃない。うーん、そっか。それじゃあ僕も帰るよ。またね。うん、またね。またね。またね。やったー、精霊呼び出し腕が戻りました。さてと、この精霊呼び出し腕をビーナさんに渡せば。で、あ、ドラえもんが持ったものだ。はぁ、後で返してもらいに行こうと。じゃあそのついでにパイナップルを渡してこよう。パイナポー。はい、ドラえもん。で、もうすぐご飯が終わるね。はい、ドラえもん。はい、これ前に言ってたものあげるね。はい、精霊呼び出し腕をもらった。よし、で、パイナップルも用意。食べちゃダメだからね。はい、ドラえもん。はいはい、ありがとう、のび太くん。お礼にこれをあげるよ。ありがとう。そう、なんだっけ、なんか、あ、そう、よもぎパンだ。わあ、ちょっと微妙だな。パイナップル400円もしたんだからね、ドラえもん。じゃあ、この精霊呼び出し腕をビーナさんのところに届けよう。ついでに、キラルちゃんとブラス君に話しかける。で、ブラス君もハート4つ、素晴らしい。はーい、ビーナさん。はーい。はーい、うさぎちゃん。こんにちは。で、ヨモギパンの用意はしてはいかん。そう、精霊呼び出し腕は。はい、精霊呼び出し腕を渡そうかな。はい。さあ、またイベント。ようやく一つか。でも、一つでも見つかってよかったわ。本当に、このやり方法で元の時代に帰れるのかな。こんな調子じゃ帰るのはいつになることやら。
そもそもドラえもんが秘密道具を捉えなきゃこんなことにならなかったのによ。まったくですよ。そんなこと言わずにさ。ちょっとみんな喧嘩しないで。ごめんね静香ちゃん。ふふ。ビーナさん、ごめんなさい。なんだか楽しそうだなって思って。私の子供が元気に育っていればなんて。ああ、心配なんだ。ビーナさんのお子さんってどういう子だったんですか？そうね、男の子で小さくておとなしくていい子だったわ。でも生まれてすぐはぐれてしまったから詳しいことは。ごめんなさい。それは切ない。あ、ごめんなさい。別に。いいのよ、気にしないで。あれ？あれ？胎児っていつできたんだっけ？80年前って言ってたよね。ねえ、それじゃあビーナさんの子供が生まれたのはいつなの？胎児を植える少し前ね。じゃあ80年以上前ってこと？ねえ、もしかしてこの時代でまだ生きてるんじゃない？そうだな。そうだよな、胎児と同じで80歳ぐらいってことだろ。パスチーさんとねえ、いい年ぐらいだよね。でも80歳ぐらいの男の人って言ったら、あ、一人いるじゃない。ヤーメイさんかブルさん。ブルさんだよね。そうか、そうか、ブルさんだ。そうだね、確かにブルさんは、確かにブルさんは80歳ぐらいだね。声間違っちゃった、また私はおちょこちょい、動物屋さんのおじいさんなんです。会いに行ってみたら、そういえば胎児の前でたまに眠っているのを見かけるわ。でも違うと思う。どうして？母親の勘？まあこれは大事かもね。でもとにかく女神の力を使えるようになったら元の時代に帰ることができるんだから。そうだね。そうだね。この時代に子供がいても会わない方がいいと思うよ。そっか、そっか。それなら早く秘密道具を見つけないとね。あ、ていうか静香ちゃんもハート4つになってる。よかった、よろしくねみんな。おー、仕方ねえなって。ハート4つになってたジャイアンも、それでちょっとびっくりしちゃった。そうそう、僕たちも早く帰りたいしね。スネオもハート4つでした。やった、これでなんかみんな好感度が上がったね。やった、それじゃあ早く見つけに行こう。じゃあね。じゃあね、ビーナさん、またね。さようなら。バイバイ。バイバイ。雨が降ってる。うわ、急に雨が。近くにランチの家があるし、雨宿りさせてもらおう。っていうか、羊と、ミヤトルが心配。あと、ワンちゃんも心配。うわ、しまった。これ大丈夫かな。さあ、ランチ。ごめん、ちょっと雨宿りさせてください。わ、みんなどうしたの？実は急に雨が降ってきたんだ。だから雨宿りさせてくれよ。もちろん、ゆっくりしていってよ。ありがとう、ランチ君。いいよ、気にしないで。やばい、ワンちゃんたち大丈夫かな。ノリタマたちが心配。あれあれ、パスチーさんは？おばあちゃんなら今部屋で眠ってるよ。そっか、それなら静かにしてないとね。ねえランチ、少し元気ないんじゃないかしら。そうか、いつもあんな感じじゃねえの。確かに元気なさそう。ねえランチ、どうしたの？ねえ、気づかなかったんかい。嵐になったりしないか心配でね。なんだ？ランチ、お前嵐が怖いのか。そうだね、牧場だと作物が心配だもんね。それもそうだけどね。でも平気さ、初めてここに来た時にパスチーさんが言ってたんだ。大丈夫だよ、胎児が嵐から守ってくれるってね。だから大丈夫。おばあちゃんが言うことは信じないでって。どうして？そうだね、雨が止むまで時間もあるし、少し大嵐の話をしようかな。その間にワンちゃんたちがズブネになっちゃう。大丈夫かな。80年前、町に大嵐が来たんだ。大嵐。それに、その時外に出ていた10人のうち何人か嵐と一緒に連れてかれちゃったんだ。そんなしかもその中にはおばあちゃんの大事な人もいたらしい。それなのにどうしてパスチーさんは
大樹が守ってくれるなんて。でもおばあちゃんが言うには連れて行かれた先でまだ生きてるんだって。でもそんな話信じられるかい？まあこれどうしような。まあ空気読んで信じられないにしようか。それは信じられないよ。だって嵐に巻き込まれた人が生きてるなんて。うん、そういうことさ。嵐に巻き込まれた人、もしかして、もしかしてその人たちって時代を。そうだ、そうだよ、大樹が暴走して別の時代に。そういうことか。なんだい、なんだい。あわわわわわ、なんでもないよ、なんでもないっすよ、ランチさん。話を続けてください。ちょっと、どうして言わないんだよ、別の時代で生きてるって。ほら、そんなこと言っても信じられる。逆な立場になってみろよ、もう。それは、それは。あー、晴れた。あー、羊さんたち怒ってねえかな、コッコちゃんとメイメイちゃん。あ、ほんとだ。それじゃあ僕は仕事の続きをするよ。みんなはまだいてもいいよ。いや、もう帰ります。ありがとう、またね。それじゃあまたね。ごめんね、メイメイちゃん、大丈夫だった？よしよし、メイメイ、好感度は？うん、大丈夫だ、嫌われてない。で、病気にもなってないっぽいね、よかった。はい、それでは今回はここでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしやチャンネル登録、高評価お願いします。ドゥペンでした。さよなら。